社会員は、大阪市港区にある高野山新言州の寺院。3号は筑高工の山。創建は明治43年。新言州の海祖である工房大師が検討士で、塔に渡ったのを検証するため、検討士一行が出港したとされる跡地に、広川寺の末寺の寺号である、社会員の名前を継承して回帰された。回帰当初の社会員は、現在地より、 東の天保山漫画の近くに位置し、7800坪ほどの広大な敷地を有していた。大正時代から昭和初期にかけて同時は大志信仰の中心地として栄え、東の四天同時、西の築高校の山と呼ばれるほどであったが、1945年6月1日の第2回大阪大空襲により寺は全焼。戦後、 社会院は1952年に現在地に移転して再建したが、境内の広さは500坪と大幅に縮小した。本堂は、堺市の里自然寺の木造本堂を移築した。その本堂は1984年に、大師入場1150回忌の記念行事で大幅な改修工事が行われたが、わずか11年後の1995年の阪神、淡路大震災で、 東海寸前となり、解体された。現在の鉄筋コンクリート造本堂は、1997年に、外観を、元の姿として再建されたものである。初代、重松弘勝二世、あよいひ三代、二上官女厳重職二条観光本尊、工房大市内人には、了海曼太羅大日如来像と、不動明王が安置されている。また、 道内に11面線時間論と聖典を安置している。毎朝7時30分に住職が朝ごん行をしている。本尊不動明王金んがら時、聖鷹家時、不動明王座像が安置されている毎朝8時から、住職が即祭ごまとも執している。また、毎月21日に、工房大師の縁日の芝藤ごまをしている。社会員の三門から入って、右手に、 老曲塔と呼ばれる石碑が立っている。戦前、港湾労働者の間では、老曲が盛んで、老曲氏で老曲の寄せ、広沢石の石手でもある、広沢虎吉が、社会員の住職の弟子であった関係で、同時の境内に、老曲の祖とされる藤原長兄を祀る石踏みが建てられた。石踏みは、大阪大空襲で寺が消失した際に失われたが、 寺の再建に伴い石踏みも再建された。同時では毎年8月30日に浪曲したちの供養を兼ねた浪曲祭りが開かれている。境内には1923年に殉難した潜水艦第70号の殉職者を供養する石碑と如来像がある。同年に心臓された潜水艦第70号は淡路島沖で試験潜水中。 機関故障のため浮上することができず、海軍将兵46人と川崎造船所の従業員42人の計88人が死亡した。同時では3回期にあたる1925年に、如来像を混流して供養し、台座の銅板に巡南者の名前を刻んだ。銅板は大阪大空襲で、被損し、盗難により行方不明となったが、如来像は再建され、 現在に至る。境内には、その他、ソ連の客船、プリアムーリエ号の火災事故で犠牲となった人々を追悼するための銅像が2011年まで安置されていた。ありがとうございます。